信濃の昔話集より山姥の酒会。南安曇野の山の中に山姥が住んでいた。麓の村里豊信濃の暮れの市、毎年12月25日に山姥が酒会に現れてくる。市の酒店へ来ては酒を3升くれと言うて、2合か3合しか入らぬ小壺とっくりを差し出すので、店の者はこんな小さな入れ物に3升も入るもんか、もっと大きな器を持ってこいと言うと、小さくても入れてみてくれと答える。酒を注ぎ込んでみると、入るは入るわ、三升でも四升でも楽々と注ぎ込める不思議な山姥の酒壺である。この地方では山姥が市へ出てきたで物の値段が下がるという言い習わしが伝えられている。昔から安曇地方では毎年山姥が市場へ現れるのを心待ちに待っていたという話である。安曇地方では正月の飾り付けに山姥の松と称するものを年神様の棚近くに立つ習慣が行われているが、これは山姥の領域たる山の小松を切ってきて、里人が門松とするのをはばかって各するのだという。山姥の松の前に備える鏡餅は赤い紙を下に敷く習わしとするが、これは山姥が女性であるからとの言い伝えがある。また地方によると、着物を買いに暮れの市へ山から降りてくるという話もある。